典型的な人造大理石を使った床埋没された石材と間質を埋めるセメント人造大理石は天然の大理石などを粉砕しセメントや樹脂で固めた半人工素材である外観はマーブル状で均一な外観にはできないまた色調も使用する石材に大きく左右されるセメントで固めたものをセメントテラ像樹脂で固めたものを樹脂テラ像と呼ぶ コーリアンと同じように、メタクリル樹脂を使用した製品も存在する。外見から、人工大理石との鑑別は容易である。人工大理石と同じように、大理石の代用品として広く使用される。仕上げに研磨作業が必要なので、浴槽などの複雑な形状には適さず、主に板状の製品が、外光や壁材、床材、テーブル材等として使用される。耐久性や、 耐熱性は使用される素材に準じるが、高圧ナップレスによる締め固めと真空引きによる水分の排除により、高強度、高耐久性のセメントテラ像も製造されている。オックスフォード英語辞典によれば、テラス、バルコニーの意のイタリア語テラ像が語源であるという。人工大理石は、アクリル樹脂やポリエステル樹脂を主成分とした人工素材で、大理石や天然石は入っていない。 人造大理石とは別の製品である。製品のテナなーハー www.kuray.co.jp2019 年6月30日閲覧、大理石情報館、ありがとうございます。